張本勲氏関口博氏が女子ボクシングをめぐる問題発言にサンデーモーニングの番組内で謝罪。今回は言い方を間違えて。15日に放送された TBS テレビ系情報番組サンデーモーニングの中で、司会の関口博氏と野球解説者の張本勲氏が女子ボクシングをめぐる問題発言について謝罪した。番組中盤のスポーツコーナーに先立ち、フリーアナウンサーの唐橋由美が経緯を説明し、不快に思われた関係者の皆様、そして視聴者の皆様、大変申し訳ございませんでした、と謝罪。続いて関口が、私ども、会話の途中でも間違いを正せばよかったと反省しています、と繋いだ。さらにリモート出演した張本氏本人は、今回は言い方を間違えて反省してます。以後気をつけます、と謝罪。最後は関口氏が、よろしくお願いします。いろんな方にご迷惑をかけた。まずボクシング連盟、視聴者の方にお詫びをしなければなりません。本当にこれからは気をつけて参りたいと思います、と頭を下げた。問題発言は前週8日の放送中、東京五輪女子フェザー級で日本女子初の金メダルを獲得した入江聖奈、日体大を扱ったニュースについて、張本氏が女性でも殴り合いが好きな人がいるんだね。見ててどうするのかな。嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってね。こんな競技好きな人がいるんだ、となどと発言したもの。視聴者からの抗議が相次ぎ、日本ボクシング連盟が12日付で TBS に抗議文を送付していた。